キチャンネル。ジョン。こんにちは。さあ今日はですね、セリーグ一発目ですけども、はい、最下位からの逆襲の竜です、うん。はい。どこまで逆襲できるのかっていうね。ところで。逆襲できるかの竜。はい。ドラゴンズのサバイバルポジションでいうと、まあキャッチャーはもう木下だね。だっていないもんね、うん、数もいないし。はい。正直ね、いろいろ FA とかトレード情報はあったけども、うん、まあそれが全くうまくいかなくて、はい、入団ゼロ。うん。っていうことを考えたらもう木下じゃんね。でも去年結構終盤2軍に行ったりってありましたよね。それなんかの逆鱗に触れたんちゃうそういうことなんですかね、うん、でもまあほぼ確じゃんね。まあそうですよね、実力としては。でファーストは、うん、あのビシエドとあとアルモンテの勝負らしくて、はい、おーアルモンテ、うん、でもビシエドも2割9分4厘ホームラン14本だからね、はい、悪くはないよね、うん、正直ね、はい、でセカンドがなんかサードが情報によると石川と高橋周平がもう競争するらしいのよ。で俺はもう前からは石川サードだ、去年と一緒のように石川サードショート土田セカンド高橋周平なのかと思いきや、はい、サード石川と高橋周平で勝負らしくて、だからもうサバイバルだよね、はい、どっちか落ちるね、うん、だからどっちか使われない。そうなんだ。でショートはもう土田でね、はい、多分決定だと思う、ね。まあ、去年あんだけ、ね、出てきましたからね、うん、でセカンドがもうだからサバイバルになるのよ。超サバイバルじゃないですか。そうだから田中美希はね、うん、で村松ね、はい、あとは福永ね68番ね、はい、でもうこのルーキー3人で競わすらしくて、うん、まあ、ルーキーをじゃあ誰かもう誰かが、うん、まあそれか、うん、それがうまくいかなくて石川と高橋が両方いいから、うん、高橋周平セカンドに行かせよとかね、うん、ひょっとしたら石川セカンドに行かせよみたいなのもあるかもわかんないけども、うんかね、うん、だから最初はもうそこをサバイバルらしい、ね、あ、じゃあもうこのキャンプを見て、うん、だからもうほぼ確はショート土田で大島をレフトに行かしたいらしくて、はい、で大島レフトがセンター岡林、うん、はい、でライトにアキーノらしい、ね、うわーアキーノ外国人、はい、だからもうライトはもうノーサバイバル、はい、あ外野は、うん、外野ノーサバ外野ショートキャッチャーノーサバイバルだね、うん、外野だからもうブライト浮かいらないね。去年の1位と2位ですよ、うん、だってもう出るとこないんだ。ノーサバイバルだよ。どんなに頑張っても怪我しない限り、うん、ノーサバイバルだよ。だからもう、うん、だから大島が今年38歳だから、はい、そうですね、もうそんなね、うん、ずっといけるわけじゃないから、はい、大島が怪我したり疲れてきた時に、だからもう鵜飼ブライトはそのレフトに入れるかどうかだけども、あとはまあ外国人もいるからね、そこに外国人はめてくる可能性もなきにしもあらずだけども、ピッチャーのねロドリゲス・マルティネスが2人入るから、だから野手はやっぱり2人しか入れれないからねって考えたら、やっぱアキーノ・アルモンテになってくるじゃんね。ビシエド、だからビシエドかアルモンだからアルモンテが勝ったらビシエドに行くんなんだよ。 あそういうことか。でそこも、うん、外国人もサバイバルなわけですね。そう、うん、結構サバイバル多くないですか。いやでもサードとセカンドとファーストだけだよ。あそうか、内野ですね、うん、3ポジションだけだから、うん、3ポジションか。あとはもうほぼ角だね、うん、横一線じゃないね、はい、岡林でもしセカンドがうまくいかなかったら石川と高橋が割れるだけだから、はい、正直ね、うん、って考えたらやっぱ今年勝つためには、うん、アルモンテ、ビシエド、アキードの爆発力によるな、はい、だって野手でいうと岡林が昨年最多安打でしょ、はい、まあ、タイトルで言ったらそれ以上は望めないわけじゃん。今マックス陣にいるわけじゃん、うん、で大島が打率2位か3位がなんか上位トップ3入ってるじゃん ね、うん、ってなったらそれより上を目指すのはないわけじゃん。もうトップクラスにいるわけだからね。で土田でしょ、うん、木下でしょってなったら、このもう石川、高橋周平とルーキーがどんなに頑張るかだけど、うん、そんなにいきなりね、うん、みたいなのちょっと考えづらいじゃん、はい、ってなったらもうこのアキーノ、アルモンテ、ビシエドのこの3人のうち2人が、うん、まあ、2人でホームラン50本打ったらいいな。25、25ぐらいの感じで打てれば、うん、出るやつはいるからね、はい、要はドラゴンズ一番の課題は塁出るのに返せないだから、うん、この大島岡林で塁出て走り回って混ぜて、それをクリーンアップでどこまで返せるかが勝負だから、うん、もうこの外国人だな。だってベースアップしてるからね、うん、であとはまあ石川、高橋周平が、まあ、高橋周平がちょっとね数字を一番
ハイアベレージの時に戻せるかどうかっていうところと、石川が怪我なく1年間できるかどうかっていうところはかなり大きなウエイトを占めるけども、うん、はい、でも勝つっていうことを考えたら、うん、このアルモンテね、あのアキーノ、ビシエドがどこまで頑張るかだね、うん、あともう一つ言ったら、大島と小林がもう成績落としちゃダメだからね。いや、そこ落としたらもう結構やばくなりますよね。痛い、だって、うん、もうそれはもうルーに出る人がいなくなるっていう、ま、6角になる。あとルーキー3人がポンコツだったら、結局全部の想定崩れるから、はい、高橋英司セカンド行ってくれるっていうのはね、そうですね。そしたら、また控えが遅くなるからね。うん、あ、でも本当始まってみないと分かんないですね。まあ、外国人だね、もうキャンプは本当外国人中心に見るのみだね。あとはそのルーキー3人だね。いや、ルーキー3人の競争はちょっと楽しみですけどね、うん、あと石川と高橋がハイレベルで競い合ったらルーキー3人は消えるな、うんうん、どっちかがやっぱセカンド入った方が絶対いいからね、はい、最初の想定はね、うん、そうだけども、で、まあ、ピッチャーは先発でいうと小笠原でしょ、うん、確定は、はい、柳、うん、高橋宏斗で大野、うん、松葉かな、うん、まあ、5、6だから、まああと一枠だね、先発空いてるよ。涌井、そうだ。でもまあ競争、涌井なんてその与えるもんじゃないからね。競わなきゃいけないから、うん、だからあとはそこに誰入ってくんの。俺デオ絶対先発した方がいいと思うんやけどな、二刀流でよくない？打てるな、あれやから。あとはだから上田と、岡田投手とか、上田とか、あとまあ中地とか、あとまあ勝野、岡田投手とかか1個でも空いてんな、うん、先発はね。でも俺はもうネオを先発がいいと思うんだよね。だ9番ネオだよ、よくない？面白いよな。嫌ですよね、うん、そうそうそう。でもリリーフはさ、去年からの流れで清水、ロドリゲス、マルティネス、この3人確定からの、まあ、ネオがどうなるかにもよるけども、あ、砂だね。あ、砂田絶対入ってくるね。祖父江福っていうところがまたもう一回ね、福はちょっとあのね、病気っていうか怪我もあるけども、うん、そこを盛り返してこれるかっていうところと、あと藤島ね、うん、だから、藤島、清水、ロドリゲス、マルティネス、砂田、この5人はほぼ格だよね。森博人投手とかは、いやそうだね、まあ去年良かったからね、5、6回のところでね、うん、まあ最初は来るかもわかんないね、うん、1個か2個空いてんね。だからピッチャー全部で先発1リリーフ1リだね、うん、そこにルーキーも含めて誰が入ってこれるかだけど、まあ、ピッチャーはそこそこやっぱ安定してるような感じで、だから打てればもっと高橋宏とかも勝ちつけれるしね、うん、他の選手たちの、まあ、柳とかもちょっと昨年は球高いなっていうところはあったけど、小笠原が良くなってきて、打てさえすればもっと勝ち星 2,3 は全員ほぼ増えるからな、うん、やっぱ外国人やな。キーは外国人、うん、ここがハマるかどうかによっての恐竜打線復活できるかどうかが鍵に生きるな、うん、でももともと去年の段階でも先発ローテーション8人で回すとかいうぐらいの人はいましたからね。梅津もいますからね、うん、あ、そうだ、そうだ。いや、もう俺はもう期待してないよ。あんだけ期待してたのに。だって投げれないじゃん。いや、まず投げれるとこに早く帰ってきてほしいよ。投げたら期待するけど、うん、そうですね、うん、投げたらいいんだよ、投げたらいいんだけど、投げもう中里を見てるみたいだよ。中里とかピッチャー、うん、球が速い、うんうん、俺フレッシュオールスター一緒に出たんだよ、うん、エグかったんだよ。もう中里と梅津が被るわ、本当。いや、元気だったらスーパースター、はい、キャンプはもうだ、片岡さん次第やな。やっぱ打たせなきゃいけないじゃん。だから片岡さんに早くブライトと鵜飼どうにかしてもらおう。ダメですか？どうですか？ブライトと鵜飼二軍のポスターにも載ってましたよ、ブライトと鵜飼。期待したかいですよね。あ、まあ、1位2位ですから。そうです、活躍してもらわないと。でもここはブライト鵜飼も今年頑張んないと消えちゃうからね、うん、そんな正直ドラ入ったら何位とか関係ないからね。でもまあ大島がね38だから、うん、そこがね、開くからね、いずれね、うん、そこに向けて入れるかどうかが彼らにとったら勝負だね。はい、そうですね、うん、細川を現役なのか取ってきてるってことをちょっと考えたわけかもしれないですね。ああ、そうだ ね、 そうね、うん、細川取ってんだからね。そういうことなんですよね、うん、はい、
同じぐらいね。DNA からそうですね。右の大砲ね、うん。まあでもあれだね。まあ、外国人やな。外国人も超もう特にアルモンテはね帰り先だけど、アキーレも含めてね、そこちょっとかなり注目的に見ていかなきゃいけないね。あとはそのセカンドの3人だね、はい、あとは石川、高橋の競争もだから、まあ、石川、高橋がこれハイレベルで競い合うと多分強いと思うんだよ、うん、もうここだな勝負は。だからそこを注目しながら見ていくのと、あとはまあルーキーのピッチャー陣がねそこ入ってこれるかどうかが勝負だからね、はい、まあ、そういうところだね、キャンプの見方はね、はい、はい、ということで、まあ、だからトータルで言うと、うん、立浪さんと片岡さんの頑張りそこですかどんだけね、うん、そう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 、そこだから示唆選択しなきゃいけないから、はい、セカンドもどこまで我慢するかにもよるし、うん、ビシエドとアルモンテをどっち使うかにもよるから、うん、そのそこをどうチョイスするかが最後かかってくるからね、うん、そのまあ本人の頑張りもそうだけどチョイスの仕方も大事になってくるんだ、うん、1年間戦う、まあ、1年間ずっと一緒で戦う必要ないからね、うん、どっかで変えていかなきゃいけない時も来るから、それをうまくどういうふうに組み立てていけるかは首脳陣の腕の見せ所でもあると思う、はい、立浪采配楽しみです。そうですね、うん。